はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、モンスターハンター、クロス、久しぶりの実況プレイでございます。今回、クエはですね、昼と弦をですね、強化させたいのでですね、黒炎を、武器ですね、あれを強化させたいのでですね、レウスの計画集めに行きたいと思います。簡単ですね。はい、ジョイとエイでうんこなんでね、はい。この防具で言ったら簡単にうんこなんで、はい。もう、クソイカです。クソイカです。ほんとクソイカです。はい。行きたいと思いまーす。仮技はですね、なんだっけ、心理、心度流演算です。確か演で合ってたと思います。はい。パッて見たとき、ね、オンって呼んじゃった。円で合ってると思います。多分ですけどね。お、キャンプからのスタートでも地図しかないですね。疲れるなぁ、やっぱ。何も言ってないけど、目が痛いな。ブルーライトメガネが欲しい。目が痛い。何番だったかな？ 4 番かな？ 2 番かな？どっちだったかな？ 8 番かな？一応ですね、2番じゃなかったんで4番ですね。4番か8番にいます。4番か8番。いや、黒炎を装備ですね、一式つくのですね、リノバルトがですね、結構きついんですよ。今確か5なんですよ。いや、じゃあ、レベルが4で、で、5にしたいんですけど、人糞がなかなか出なくてですね、人糞が出なくてですね、作れないんですよ。で、諦めて黒炎王に逃げたんですよ。逃げたって言葉悪いですけど、逃げちゃったんですよ。で、黒炎王し、これあれば、まあ、いけるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、なかなか甘くないんですよね、それはね。まあ、行ったことないんですけどね、さっきできたばかなんで。これがあるんで結構マシにはなると思いますけども、まあ、わからないです。体験エリアではまあ、はい、こういうね、ジャンプして溜めて切る。これの繰り返しを自分はしていけば、まあ、体験エリアではもうこういう使い方が一番いいのかなと自分は思っているんですけど。まあね、単純作業ですしね、適当にブンブン振り回しておけば、体験はもうみんな死んでいくのかなと。はい。あ、今、OK。一応ですね、竜属性が弱点なんで、このクソ野郎は。はい。このクソ野郎はですね、竜属性が弱点なので、まあ、アポカリプスが一番有効じゃないかなと思ってます、ね。当たんねえな。まあ、当たるわけないんですよね。なんだろうな。自分の中で今年は一番揺るがしたのがですね、今年の一年を漢字で表すとしたら、まあ、今年は、ね、安っていう字だったんですよ。安い、安心な、はい。ですけど、まあ、今年を一年、収めるとしたら、何かな。ああ、そうだ。小組だ。ああ、いいや。まあ、保留です。保留です。いや、結局、まあ、モンハン自体も、そこまで、やる時間が、部活が、まあ、あるんですね。まあ、夜7時半ぐらいなんですけど、7時半が、もうほぼ8時に近いんですね、家に帰る時間が。なので、まあ、まあ、ゲームができない。ゲームができないです。ですけど、まあ、休みの日をですね、有効に使って、行きたいです。こういう冬休みの間も。でも宿題が多いんです。イライラします。死んでもらいです。はい、もう、宿題いかないっすね。休みってついてんだから。休みってついてるのに宿題あったらもうそれは休みじゃない。教養だ。
せめてさ、宿題を減らしてほしい。部活とかでね、やる時間がめっぽうないんですよ。何日ぐらいしかないんだろうかな。10日、もうない、10日、あれ、10日、え、10日もないんじゃないですか。やる時間。でも、まあ、ないですよ。頑張らないといけないんだね。いろいろしますけど。まあ。正月3日明けての 1.4 ですね。1.4 から、1.6 かな。くらいまで。まあ、また、泊まりの、やつなんですよ。で、まあ、先輩がですね、まあ、これ持ってるんで、まあ、暇つぶしにはなると思うんですけど。痛い。まあ、自分の部活はですね、やっぱ、普通の部活動と違って、社会体育も織り交ざってるんですよ。なんで、遠征の数も、まあ、多いですね。あー、出てない。あー、出てない。なんで、泊まりの数も多いですし、他の部活と比べたら。あー、気が来ない。毒向こうつけてえな。毒向こうが激しくつけたい。まあ、お席ホルホルもね、しようかなと思ってるんですね。一応。まあ、戸籍をね、掘るに当たったらですね、ある装備を作らないと、ある装備を作りたいなと思ってます。その装備の名前は何でかというと、あの、なんていうか、裏眼筋の刹那の装備一式ですね。あれ、確か、なんとかなんとかの魂、なんだっけ、名前なんだっけ、裏眼筋のやつ。なんとかなんとかの魂ってやつがですね、お守りマスターと採集でしたっけ、なんか、そんなんが作るんですよね。二つ。あれいいですよね。あれ、五石用のやつとして、ね、欲しいですよ。五石ホルダーの時期になってきましたから。まあ、五石ホルダーは、動画は上げないです。上げないです。五石ホルダーしてた頃って何も楽しくないよね。動画撮ったの。せめて吠えろや、バカだれ。せめて吠えろ。当たるかな？当ててくれると嬉しいな。よし。まあ、振動流炎山。2ですね。振動流炎山3まであるんですかね。あ、撃てた。3まであるなら嬉しいですけどね。またこんなに行くんだ。はい、頭が破壊できればですね、全部破壊完了なんで、あの、サブターゲット成功なんですけど。はいはい、分かった。はいはい、お前は頭がおかしいです。はい。さっさ降りろよ、ザコ。さっさ降りなさいよ、ザコ。紛らわしいんだよ、ザコ。クソみたいな攻撃範囲しやがって。見た目かっこいいっすよね、レース装備。でも普通のレース装備はちょっと、あ、まあ。スキルは、なんか、ブーか、イエーかわかんないですけど。まあ、そうです。スキルはそこまで良くないですけど。まあ、黒煙はいいですね。やっぱ、頬耳プラス攻撃力アップ台がつくんで。僕は攻撃力アップよりもキレプラ1をつけて欲しかったっていうのがありますね。その点2の丸とプラス2ですからね。プラス 2&砥石を拘束したんですからね。同段強化は使う。まあ、ガンナー用の、あれなんで、思いますけど。自分はですね、荒くずめでしたっけ？ティガレックスの一つの名前。荒くずめのガンナー用装備が欲しいです。なぜかというと、通常強化か。が素でつくのと、魂がつけば小耳がつくので、いいんじゃないかなと自分は思ってます。
なんで、まあ、ガララの、ガララアッシュって出るのかな？出ない、出ないっすね。一回も出ないんで出てないっすよ。4G だけの、まあ、人気なかったっすからね。なんで、ティガキティあるならあるで、キティあるのかな、キティ。キティねえかな。うん、キティねえならキティねえで、まあ、通常弾の強い武器が生まれてくれると、この、アルクズメは使い勝手があるじゃないですか、ね。弓は自分苦手なので、弓は自分苦手なんで、はい。防眼も苦手なんですよ。防眼とか使ったことないですよ。その、パーティープレイとか、集会所で。たまにお遊び使ったりとかしますけど、ね。4G で一回動画でね、やったことあるんですけど、それ以降一回見たことないですよ。それ以降。まあ、武器の試しでなんか適当なジャギとかそこら辺の美味しいのとかして。まあ、よく考えてみればドスジャギ出たっけ？どうすんの？ 4G もだったよね。19出なかったよ。確かジャギは。ドスジャギ。マッカオに食らいましたね。マッカオ。マッカオの方が戦いやすいし。最近マッカオ行ってんねんな。マッカオ意識だったことが懐かしい。自分の先輩もね、マッカオ意識だったんです。確か。マッカオ意識懐かしいなと思って見ましたけど。まあ、支援がつくんでね。うん、その時はね、自分はね、男塾にがっぷりハマっていた時期から抜け出してなかったのでね、お、冷えんってなってたんです。はい。ね。あ、しっぽければ。ああ、こういうのよ、ぜいわ。隠し千本十字打ちとか言ってたんですけど。まあ、うん。ちょっとこっち来いよ。ジャンピング切り。金はず溜まっても使わねえんだよなぁ。なかなか、ああ、うざいわ。昼間ねえからなぁ。乗ろうかな、久しぶりに。乗りたい。ああ、うざい。ああ、うざい。マジうざい。マジうざいわ。調子止めてるわ、こいつ。本当に黒煙王。黒煙王じゃねえや。ねえし。うわし。ひるむんじゃなくて、こけて、正直、見て。あ、おい、ザコとも、ザコとも、おい、こっち来い。で、この通りですね。25あるんで全然効かないです。こんなゴミ野郎のブレスなんて。はい、もうゴミ野郎ですね。本当に調子乗ってますね。本当に使い味がないですね、本当に。あ、イライラする。無駄にゲージも多いし。もう、これ苦手なんだよね、レバガチャ。本当に苦手だよね、レバガチャ。え、今回のクロスの レバガチャは楽ですね。なんか、数ガチャが減っていきますよ。危ないぐらい。オストガロは、7の。オストガロは、行ったんですよ。結構前ですけど。行ってですね、やっぱ緊急、まあ、3の時もそうなんですけど、緊急回避を意味なさないですね、あれ。青いのあるじゃないですか。何ですか、粘着油なんとかみたいな。あれがついた時に緊急回避したらですね、骨がまとわりつくんですよ、そしたら。ああ、ほんと緊急回避の意味になってないですね。はい。結構食らっちゃってるってことになっちゃうんで。で、
攻撃もできないわ、みたいな。そういうので。何？攻撃もできないし、真の流炎山、さっきと同じく一個しかねえ。よいしょ、サブタラー、でも帰らなし、グー。よいしょ。こっちに来い。当たってなし。あれ？なんで2回で終わったの？混合装備もですね、まあいいんちゃいいんですよ、やっぱ。ですけど、まあ。やっぱり意識には意識の良さってものがありますからね。まあ、そんなこと言ってる自分もですね、このモンハンクロスが発売されて結構後で、結構後になってくれば混合最高とか言って混合装備で遊び回ってるんでしょうね。で、まだですね、自分あんま住んでないんでね、痛いな、死ねばいいのに。あんまですね、自分住んでないんですね、はい、痛いな、ほんと死ねばいいのに。本当に自分は住んでないですよ、まだまだ。まだ住んでないです。なんで、正月あたり、頑張るかなと思ってるんですよ。正月でいつも住んでるんですよね。早く。どうしようかなって思ってるんですよね。まだ自分が進んでないんでですね、アーク R とか、アカウント R とかのですね、その防具のですね、R が何なのかなーって思ってて。作りたいのもありますし、ね、EX ブラキーとかも、もう意味がわからないので。EX ブラキーは、自分が予想してるのは、どう思うかのブラキーディオス。かなーとは。思いますし、はい。寝らせる気ないっすよ。はい。寝起きドキドキする意味がないんでね。ああ、無罪は、これ。こういう時はね、こうやってね、ガードしとけばいいんですよ。ほら、こんなに頭が欲しいから、こうやって回ってるんですよ。こうやってずっと、なんか、もう、きちっと言うから、もう頭がもうどっち狂ってるから、こんな風にぐるぐる回ってるんですよ。鍵をバン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 出してくるんですよ。それをずっとガードでこうやって。調子乗ってますね、こいつ。調子に乗っていることは100も承知ですね。もうこいつはもう行く資格ないですね。明日行ける資格はないですね。今日行ける資格もないです。死ぬぜ。はいはい、格好つけない。はい、格好つけいない。今年も来年もモンハンで合流します。もう。痛い、舐めてる。本当に舐めてる。もったいねえけど飲もう。何だ。マジでそれ。マジでこれはクソ。いろいろ欲しいんです。はい。
お疲れ様でした。やっぱうんこですね。こんなクソ野郎を相手にする時間があったら、本当にうんこしてた方がマシでしたね。はい、ということで、今回は、空のクソ野郎、空の下僕野郎をですね、倒すことができました。この調子でですね、動画バンバン出していきたいんですけどもですね、今日やる気が起きません。はい、また明日、動画撮りたいなと思っているんですけど、撮れる時間があるかどうかわかりません。それでは、さよなら。